今回は ABV を取り外して洗浄したいと思います。ABV は大雑把に言うと循環型のブローオフバルブのようなものです。ナットや配管を外して ABV 本体を取り外します。取り外した本体、汚れてくるとこの部分の動きが悪くなります。前回洗浄した時より重い感じがします。では覚悟を決めて洗浄していきます。転送部品がないので、そうそう壊れませんが、プラスチックやゴムを傷めないように手早く洗浄します。優しいパーツクリーナーで洗い流します。乾燥させている間にゴミが入らないように養生しておきます。乾燥している間にゴム類にラバープロテクタントを塗布。
完全に乾燥しました。かなりスムーズに動くようになりました。速乾性でプラスチックやゴムにも優しい潤滑剤あると便利。あまり拭きすぎると白くなります。シャフトの部分に軽く塗布しておきます。劇的ではありませんが、スムーズになりました。ラバープロテクタントも塗布しておきます。ガスケットは再使用不可部品なので交換しましょう。きっちり乾燥させてから組み付けてあります。動きがスムーズになれば低速時のブーストのかかりが良くなります。続いて ISCV を洗浄していきます。ご視聴ありがとうございました。またの視聴をお待ちいたしておりますです。はい。過度な期待をしない方はチャンネル登録願います。